5月8日は母の日です。認知症の母親に何を送ったらよいかいろいろ探していたところ、こんなものがありました。花おはぎです。なんとすべてがおはぎでできており、全部食べることができます。それぞれ白豆、紫芋、かぼちゃ、抹茶、ビーツ、いちご、バタフライピーからできており、味が異なります。着色料も使っていないとのことで、安心して食べられます。食べるのがもったいないですが、一輪ずつ取り分けていただきました。氷の粒に見えるのも寒天でできているようで驚きました。こうして一輪ずついただいてもいいですし、土台がもち米なのでケーキのように切り分けても召し上がることができます。僕も一緒にいただきました。甘さも抑えめで、あっという間に全部食べてしまいました。母親も本当に食べられるん?と疑心暗鬼でしたが、一口食べると美味しいねと笑顔でした。他にもたくさん商品がありました。お店のアドレスを載せているので、ぜひ一度ご覧ください。またお会いしましょう。4代目ケンケンでした。